Hey yo, what's up, what's up, everybody listener? Slag in the house! What's up, shame in the house? Yeah, マサシ in the house! 今日はですね、はい、マサシと一緒に、yep. 韓国語能力試験1AKA トピック1ってのをね、トピック1をついに行きます、受けようと思います、yep. あの今日受けるトピック1っていう試験はですね、あの、yep. 韓国語能力試験の中でもあの簡単な、一番簡単な初心者向けの試験なんですね。そうですね。ですからまあはっきり言って僕にとってはすごい簡単なんですけども、まさしく韓国語の試験初めて、そうですね、初めて受けますからね、はい、今日一緒に受けたいと思います、はい、簡単に説明しますと、トピック1ってのはあの200点満点です。そうですね、満点が200点です。200点満点で80点取ると、はい、1級合格、1級ね、まず第1段階クリアと、はい、で140点取ると、はい、2級合格、これ第2段階クリアです、ね、はい、というシステムになってます、はい、だからこのまあトピックについて詳しくはネイバーで検索してください。僕に聞かないでくださいネイバーで検索、ネイバーへこの席へこせよ。まあそれで、はい、今日はあの僕たち目標を決めました。まあマサシはね、マサシは今日140点取って2級合格、ね、これが目標です。なかなか大変ね、はい、ガイさんはで、僕はもちろん200点満点、200点満点取って2級合格、ね、これが僕の目標です、yeah. はい、でそれでですね、もし、yeah. 僕たちがこの目標達成できなかったら、はあ、罰ゲームやりたいと思います。お、はい、でまあどんな罰ゲームがいいかっていうのを、yeah. このコメント欄に、あ、この下の、ね、はい、はい、コメントしてください、yeah. もし合格しなかったらこんな罰ゲームやってくださいっていうのをコメント欄に、下にお願いします、はい、コメントお願いします、まあただね、まあ、僕たちの見ての通りあのビビリなんでね、はい、あんまり難しい罰ゲームはやめてくださいね。 NG で、簡単な罰ゲームのみお願いします。お願いしますじゃあ試験受けに行きましょう。イエーイ。はい、試験終わりました。はい、終わりました。お疲れ様でした。どうやった？いや、むずいよ。難しかった。難しいですか？まあ、僕は多分大丈夫です、うん、僕は多分満点いけます。ガンちゃん満点、多分いけます。いえ、結果は12月に出るんで、また12月に結果報告したいと思います。いや、12月にまたあげましょう。じゃあそれまでにコメントたくさんお願いしますね。罰ゲームに、はい、イエーイ。じゃあバイバーイ。